新聞史条例は明治時代の日本で施行された新聞を取り締まるための直例のこと。反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞史条例を制定した。自由民権運動の公用する中、新聞、雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。 新聞紙発行条目を全面改正し、適用範囲を新聞以外の雑誌、雑報にまで広げたものであった。以下主な内容を示す。これらはさらに明治16年4月16日に改正、強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に、新聞撲滅法とも称された。 その後、第2次、松方内閣において、現職の高橋健造内閣初期官庁の論文を掲載した自身の編集雑誌26世紀が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年になって内務省になる発売停止、禁止、差し押さえ規定が廃止された。 この法規は明治43年12月28日に法律41号の新聞司法に継承されて執行した。第8条には、筆名、変名を、要否たる自派、金国30日罰金10円を課すとあり、禁止された。このため、神奈川記録文は、古籍名の野崎文造を神奈川記録文に改めて執筆活動を継続した。ありがとうございます。